北朝鮮の潜水艦発射型弾道ミサイルに対応できる唯一の戦力の原子力潜水艦の早期確保のため検討段階突入。原子力潜水艦の早期確保以前の戦力の空白を埋める韓米連合協力法案も検討。原子炉政策、原子力潜水艦建造の可能性や時期の検討。大統領府が北朝鮮の潜水艦発射型弾道ミサイルに積極的に対応するため、私たち軍が攻撃型原子力潜水艦の早期戦力化を慎重に検討していると伝えられた。韓国軍消息筋によると、北朝鮮が事実上 SLBM 発射実験に成功したという判断の下、大統領府が北朝鮮の SLBM を搭載した潜水艦を追跡監視するための唯一の戦力である原子力潜水艦の早期確保を慎重に検討する段階に入ったことが分かった。大統領府側は、現在韓国軍が北朝鮮の SLBM に対応するため対抗案がないため、原子力潜水艦の早期導入を慎重に検討していると伝えられた。特に北朝鮮が今すぐにでも SLBM を実戦配置することができる状況であるため、韓国軍が原子力潜水艦の早期確保にまで発生する戦力の空白をどのように埋めるかも真剣に悩んでいることが分かった。さらに大統領府は、原子力潜水艦に使用する原子炉を私たちの技術でどの程度装着できるのか、どのくらいの期間で建造することができるかどうかの能力も綿密に点検していると伝えられた。軍事専門家たちは、今すぐ私たちが原子力潜水艦を建造すると決心さえすれば、 2,3 年の間で原子炉を製作し潜水艦に搭載することができると見ている。もし韓国が原子力潜水艦を作る場合、国際法的にも全く問題にならないだろうという観測である。2015年韓米原子力協定改正で、韓国がウランを 20% 未満まで濃縮することができるようになった。 20% 未満の濃縮ウランを使用すれば、すぐに原子力潜水艦建造を推進することができていると専門家は話す。韓国は核兵器を作るわけではないので、国際原子力機関の査察を受けると言えばいいだけだと専門家は予想している。北朝鮮が核弾頭搭載 SLBM の実戦配備が目前で、核兵器を搭載している潜水艦を追跡する手段がない状況で、国際社会も韓国の原子力潜水艦建造を防ぐ明文がないと専門家たちは見ている。